こんにちは。23カ国旅したトラベルプランナーの市川です。今回はインドのアグラを旅したみんなの参考になる口コミをどんどん紹介します。インドに行ってみたいと考えているあなたは旅の予習に、すでにインドに行ったことがあるあなたはみんなの反応はどうだったのか、ぜひチェックしてみてください。星5、心が震える美しさ。ニューデリーから特急列車で1時間40分でアグラカント駅に到着し、タクシーで20分ほどで着きます。日帰りでも観光できますが、近くのオベロイホテルで1泊しました。ホテルからもタージマハルが見えて感動しました。左右対称大理石の美しさに息を呑みました。人生で一度は訪れるべき場所だと思います。チケットは事前にオンライン購入がおすすめです。星5、赤砂岩の城。タージマハルからは車ですぐの場所でした。ガイドさんに案内してもらい回りましたが、広くて見どころたっぷりです。ムガル帝国、歴代皇帝の居城です。デリーのレッドフォートと同じく赤砂岩で作られたお城です。赤い色は皇帝の権力の象徴なのだそうです。映画のロケ地にもなっています。こんな感じでみんなの口コミを Vlog 形式でどんどん紹介していきます。それでは行ってみましょう。タージマハル、星 4.5、 白亜の霊廟。インドの象徴といっても過言ではない世界遺産タージマハル。持ち込めるものはカメラ、携帯電話、貴重品くらい。その大きさにも制限があり、空港のようなセキュリティチェックを受けました。訪れる観光客も非常に多く、写真を撮るのも一苦労ですが、その美しさは圧巻。近くに行くとスケールの大きさにも驚かされます。この時期朝は霧が発生しているので、午前中遅い時間帯かお昼くらいが綺麗に見えておすすめです。星5、圧巻の霊廟。インドの人々が誇るタージマハル、世界七不思議の一つ。行ってみるとその美しさに心が打たれます。よくこのような大きな霊廟を大理石で作ったと思います。ムガル帝国第3代皇帝シャージャハンの王妃ムムターズマハルへの愛情の深さと、ムガル王朝の財力の強大さを感じずにはいられませんでした。早朝霧の中に現れたタージマハルは神秘的で、御所に霊力が宿るという考え方を肌で感じることができたように思います。星 4.5、 素晴らしかったです。インドといえばここだと思います。想像以上に素晴らしかったです。遠くから見ても近くで見ても本当に美しい。デリーからは列車で2時間ほど、車で4時間ほどなので移動も負担になりません。仕方ありませんが人が多いことだけが残念です。星5、死ぬまでに見てみたかった。死ぬまでに一度タージマハルを見てみたかった。そう思っていたせいか、実際に来てみるとものすごい感動でした。こんなに綺麗な建築があるのかと思うぐらいです。全て大理石でできていて、単純に真っ白なのではなく、大理石の色合いが微妙な陰影を作っているところがまた美しさなのだと近くから見て思いました。星4、持ち込み禁止なものが多いので注意。チケット売り場の近くにクロークもあり、荷物を預けることができます。タージマハルに入場する際には本当に最低限の荷物でしか入りません。食べ物は全て NG。 子供用に持って行っていた紙パックのジュースも没収されました。水だけしかダメだそうです。またぬいぐるみ等もダメと言われました。おもちゃ全般がダメなようです。大きいバッグもダメなため、小さめビニール袋に入れ替えた同行者がビニール袋もダメと没収されていました。持って入る荷物にご注意ください。中に入るとインドとは思えないとても美しい景色が待っています。アグラ城、星4、タージマハルに行ったならアグラ城も。アグラで一泊したので、タージマハルだけでなくアグラ城もゆっくり回ることができました。タージマハルのようなハッとする美しさはないものの、広い敷地に歴史を感じる赤い城、ここから眺めるタージマハルも美しかったです。ガイドをしてあげるという怪しげな人につきまとわれてちょっと困りました。星3、広大な城。かなり広い城。タージマハルから10分程度。タージマハルのチケットを見せると50ルピー引き。特に展示物があるわけでもなく、広い城内を歩き疲れる。やはりタージマハルのついで感がある。ただし城の色が統一して美しい。緑の芝生も映える。星4、タージマハルを見ることができます。アグラの赤い城という別名があるように、城壁は高さ20メートルの赤砂岩で作られていて堅牢である。アマルスフィン門は見事なもんで見応えがある。中は広くたくさんの建物ある。一般一軒の間の前には庭園が広がる。タージマハルが遠望できる。星5、ムガル帝国の栄枯盛衰。レッドフォートの名でも知られるアグラがムガル帝国の首都だった頃の城塞。ここからシャージャハンの気分でタージマハルを眺めると切なくなりました。外から見ると堅牢な赤い城塞なんだけど、内部のシャージャハンが建てたあたりは白い大理石です。赤いのはアクバル皇帝が建てた部分。星5、タージマハルよりも見応えあり、大きさと存在感に威圧されました。入り口の高い城壁は雰囲気があります。城内
内は様々な趣の建物が続き、見応えではタージマハルよりもこちらに軍配が上がると感じました。幽閉されていたと言われる場所からタージマハルを眺めた時にはシャージハーンの気持ちが少し理解できたような気がしました。アグラに行ったらぜひ訪れていただきたい場所です。動画の途中ですが、この動画のコメント欄でアグラを観光したことのあるあなたの口コミを募集しています。あなたの評価を星1から星5と一緒に、アグラを観光して感動した時の話、アグラを観光して不満を感じた時の話、他の人と共有しておきたい体験談、ぜひ共有してください。そしてインドのアグラはまだ観光していないけどこの動画が役に立ったなと思っていただけたら、ぜひいいねボタンで応援してください。パティプルシークリ、星 3.5、 短期間の首都であったため建物はそのまま残っている。アグラからジャイプールに向かう途中にある遺跡、水不足で14年間しか首都として使われなかった。カサガンの城壁に囲まれた城内は広い。ツアーで訪れたため2つの建物のみの見学だった。アグラから 40km しか離れていないが、建設された時代がアグラ城とは異なり別の文化を知ることができる。星 4、 車がないと難しい。アグラから車で1時間ちょっとです。ツアーなどでないと行くのは難しいと思います。その分見応えは十分にあります。柱や外壁の彫刻を細部まで見ると本当に美しい。建造物自体のフォルムが美しく、量を取るための工夫がそこここに見られます。星 4、 水不足が原因で14年で捨てられた都。16世紀にムガル帝国のアクバル帝によって築かれた都で、水不足などが原因でわずか14年で都はアグラに戻された。私たちはパッケージツアーで訪れた。個人で行くには結構難儀そうな場所にある。星 4.5、 短い期間のお城、ツアーで訪問しました。環境保全のため電気バスに乗り換えていきます。アグラから約 40km の位置で十数年だけでお城を移したそうです。当時の王様は妃たちのために贅沢なお部屋をたくさん作っていたようです。日本では考えられないようないろんなものがあります。星 5、 宗教融合の彫刻、アグラにある世界遺産です。入ると砂岩でできた建造物があります。その中でも王様が上から謁見を行った建物が繊細な彫刻がされてて素晴らしいです。砂岩の美しい建物と当時の使い方などを聞いて見学するとあっという間に時間が過ぎてしまいます。インドの多くの観光地の中でも特にアグラはおすすめです。アグラをおすすめする理由が5つあります。1、世界遺産、タージマハルやアグラ城など有名な世界遺産が集中しています。2、ムガル帝国の歴史、ムガル時代の豊かな歴史と文化を体験できます。3、美食、ムガル料理の伝統的な味を楽しむことができます。4、独特な工芸品、伝統的な工芸品やマーブル製品などユニークなショッピングができます。5、アクセスの良さ、インドの他の主要都市から容易にアクセスできます。これらの理由でアグラは歴史、文化、美食、そして美しい景観を兼ね備えたインド旅行のハイライトとなる場所です。もし旅のプランに余裕があればアグラ観光は日帰りでなく一泊することを絶対にお勧めします。その理由は早朝や夕暮れ時の異なるタージマハルの美しさを楽しめます。また地元の夜市やレストランでアグラの夜の雰囲気を味わえますので、旅行をより豊かで快適なものにしてくれます。アグラを観光したみんなの口コミはいかがでしたか？この動画を見てインドに行ってみたいと思っていただけたら幸いです。インド旅行を検討されていて疑問に思っていることがあれば、公式 LINE で気軽にコンタクトしてください。オープンスペースのコメント欄とは違って、プライベートな質問がしやすいのでおすすめです。実際に旅をして現地を訪れたスタッフが経験談を交えて旅に関する質問にお答えしたいと思います。ぜひご活用ください。そして旅好きのあなたはいいねボタンを忘れずに、本日もご視聴ありがとうございました。Thank you.